トヨタ新型ハイエース2024年最新情報、マイナーチェンジ詳細。特別仕様車新設定。トヨタ新型ハイエースの優位性を徹底解説。競合との差別化ポイント。多用途性、安全性、燃費性能で差をつける。新型ハイエースの魅力を紹介。皆さん、こんにちは。今日はトヨタの新型ハイエースに関する最新情報をお届けしたいと思います。トヨタが待望の新型ハイエースのマイナーチェンジを行い、2024年10月頃に日本で発売を予定しています。ハイエースは大型版やワゴンなど幅広い用途に応じる人気車種ですが、今回のマイナーチェンジでさらに魅力が加わることが期待されています。特に燃費性能や走行性能の向上により、使い勝手の良さがさらに高まるでしょう。今回は新型ハイエースの最新情報を予測情報も合わせてお伝えしていきます。自動車の法規は常に変化しており、トヨタは様々な法規に対応しつつ、新型ハイエースをさらに進化させることが期待されています。改良点としては、車体の強化や構造の最適化、安全装備の充実化などが挙げられます。特に衝突、安全性の向上や歩行者保護の強化など、人身安全性に関する規制が厳しくなっているため、これらの改良が重要視されています。また、排ガス規制に対応するためのエンジンの改良や、排出ガスの浄化技術の導入、燃費改善なども重要なポイントです。このマイナーチェンジで、トヨタが新たに設定した特別仕様車ダークプライム S が登場します。ダークプライム S は、上級グレードのスーパー GL をベースに、ダークメッキを施した特別な外装が特徴です。フロントグリルやバックドアガーニッシュなどに、ダークメッキが施され、高級感とスポーティーな雰囲気を演出します。専用のボディカラーとの相性も抜群で、一目で存在感を示す魅力的な外観となっています。ダークプライム S の内装も特別感満載です。上質な素材と洗練されたデザインが融合されたインテリアは、快適性と高級感を兼ね備えています。専用のシートやステアリングホイール、メーターパネルなどが採用され、ドライバーと乗員が優雅な空間を楽しむことができます。また、最新のテクノロジーや便利な装備も充実しており、快適なドライブをサポートします。新型ハイエース、ダークプライム S のパフォーマンスにも注目です。専用チューニングされた 2.8 リットルディーゼルターボエンジンが搭載され、出力が標準モデルよりもアップしています。これにより、標準モデルの約151馬力から約180馬力までパワーアップし、力強い走りを実現します。さらに燃費効率や環境性能も向上し、快適なドライブを提供します。新型ハイエースダークプライム S では、専用のサスペンションが採用される予定です。専用サスペンションにより走行性能が引き上げられ、よりスムーズで安定した乗り心地を実現します。凹凸のある道やカーブでも、快適に走行できるよう設計されており、ドライバーと乗員が快適なドライブを楽しめます。また、黒目マホガニー調だったステアリングやシフトノブ、インストルメント、パネル、パワーウィンドウスイッチベースがカーボン調に変更され、よりスポーティで洗練された印象を与えています。カーボン調の素材は高級感があり、質感も向上しています。新型ハイエースダークプライム S には、さらに追加の装備も用意されています。専用エンブレムが付けられ、他のモデルとの差別化が図られています。また、両側パワースライドドアの採用により、利便性や使い勝手が向上し、快適な利用が期待できます。これらの装備がダークプライム S の魅力をさらに高めています。最新情報によると、これまで設定されていた TRD カスタムパーツが GR ブランドに変更されるとのことです。この変更により、ハイエースのカスタマイズやパフォーマンスがさらに進化する可能性があります。GR ブランドはトヨタのモータースポーツ部門であり、高性能なパーツやテクノロジーを提供しています。この変更により、ハイエースのカスタムパーツがさらにパフォーマンスを向上させる可能性があります。GR ブランドのカスタムパーツは、レースで培われたノウハウやテクノロジーを取り入れており、高い性能と耐久性を実現しています。ハイエースに GR ブランドのカスタムパーツが採用されることで、よりスポーティでパワフルな走りを楽しむことができるでしょう。新型ハイエースに GR ブランドのカスタムパーツが採用されることで、モデル全体の進化が期待されます。
パフォーマンスの向上だけでなく、デザインや装備面でも進化が見込まれ、より魅力的なハイエースが誕生する可能性があります。GR ブランドの技術やノウハウが活かされることで、ユーザーにとってより満足度の高い車両になることが期待されています。新型ハイエースの価格は5万円程度アップするとの情報があります。これは新型ハイエースが最新の法規に適合するための改良や装備の追加によるものです。価格アップによりハイエースのスタート価格が変更されますが、その分安全性や快適性が向上していることも期待されます。新型ハイエースには特別仕様車ダークプライム S が設定される予定で、このダークプライム S は 2.8 リットル、ディーゼル車ダークプライムから20万円ほどの価格アップが予想されます。新型ハイエースには高級感やスポーティさを追求した仕様となっており、価格に見合った特別な装備やデザインが期待されています。新型ハイエースの価格が変動する背景には、最新の法規適合や市場の需要変化、競合車種との比較などが考えられます。トヨタはユーザーのニーズに合わせた高品質な車両を提供するため、価格の変動には慎重に対応しています。価格変動の背景を考えることで、新型ハイエースの魅力や競争力がより理解できるでしょう。以上がトヨタの新型ハイエースに関する最新情報です。新型ハイエースは安全性や環境性能の向上を図りつつ、使い勝手や快適性をさらに進化させることが期待されています。特別仕様車ダークプライム S や GR ブランドのカスタムパーツの導入により、より魅力的で高性能なハイエースが誕生するでしょう。新型ハイエースの発売が待ち遠しいですね。引き続き、最新情報をお届けしていきますので、お楽しみに。次からは、トヨタの新型ハイエースが、ライバル車種とどのように差別化されているかについて、詳細にご説明します。まず、新型ハイエースの最大の特徴は、その多用途性です。大型版やワゴンとしての機能性を兼ね備えており、商業利用から家族旅行まで、幅広いニーズに対応します。この多用途性は、特にホンダのステップワゴンや、日産のキャラバンなどの競合車種に対して、大きなアドバンテージとなっています。新型ハイエースは、貨物スペースと乗員スペースのバランスが良く、ビジネスユーザーにとって使い勝手が非常に高いです。また、新型ハイエースは安全性能にも注力しています。衝突安全性の向上や歩行者保護の強化など、最新の安全規制に対応するための改良が施されています。例えば、全方位カメラや前進運転支援システムなどの安全装備が充実しており、これによりドライバーの負担を軽減し、安全性を高めています。競合車種である日産キャラバンも安全装備に力を入れていますが、ハイエースの新型モデルはその上を行く装備内容となっています。さらに、燃費性能の向上も新型ハイエースの強みです。トヨタは新型ハイエースに 2.8 リットル、ディーゼルターボエンジンを搭載し、これにより高い燃費性能と低排出ガスを実現しています。この点は、ホンダのステップワゴンや日産のキャラバンと比べても優れており、特に長距離移動が多いユーザーにとっては大きな魅力となります。特別仕様車ダークプライム S の導入も新型ハイエースの差別化ポイントです。上級グレードのスーパー GL をベースにしたこの特別仕様車は、ダークメッキの外装や専用のインテリアが他のモデルにはない高級感とスポーティなデザインが特徴です。これにより、商業用だけでなく個人ユーザーにも訴求力を持つモデルとなっています。日産キャラバンやホンダステップワゴンにはここまで特化した特別仕様車は少なく、ハイエースの独自性が際立ちます。最後に、新型ハイエースには GR ブランドのカスタムパーツが設定される予定です。 GR ブランドはトヨタのモータースポーツ部門であり、高性能なパーツや技術が提供されます。このカスタマイズオプションにより、さらにパフォーマンスを追求するユーザーにとって魅力的な選択肢となります。競合車種にはないこのパーツ設定は、ハイエースのスポーティーな走りを楽しむことができる要素として、他との差別化に寄与しています。総じて、新型ハイエースはその多用途性、安全性能、燃費性能、特別仕様、そしてカスタマイズオプションといった複数の面で競合車種との差別化を図っています。これによりビジネスユーザーから個人ユーザーまで幅広い層に訴求できる魅力的なモデルとなっています。